私は小さな雑誌社に勤める中澤由香。私の好きなものやいろんなものを知ってもらいたくて入社したんだけど、まだまだ日々勉強。紙面を見て興味を持ってくれる人がたくさん増えたら嬉しいな。旅の楽しさやその土地の素敵な情報、そこに住む人の営み、見せたい景色、雑誌旅してをより良いものにするために今日も頑張ります。旅して土地を。おはようございます。さあ8月11日は山の日ということで、今回は山の方面に向かいたいと思います。ということで今回ピックアップするのは土地をです。出会いがあるかな。今日は編集長からまるっと任せられたので、よろしく頼む。私の自由に好きに取材させてもらいたいと思います。旅して土地を。さあこちらドライブイン刈谷田さんにやってきました。ほら見てください。あとね、皆さんに見せたい景色があるんですよ。ダム、もうなんだろう、城壁のような、すごいですね。あら、土地を旅して。こちらがたぬき肉の野菜炒めです。他のところで食べると結構癖があるけれども、こちらの今作っていただいたたぬき肉はあんまり癖がなくておすすめだよということでお話しいただきましたので、旅して土地を。見てください、このもう山の幸セットみたいになってますよ。これ山菜天ぷら、鮎の塩焼き、そして流しそうめん、もう早速いただきたいと思います。私の本当にありがとうございます。いただきます。それでは流しそうめんを流していきたいと思います。これちょっと足タイミングよっ、じゃあおいい感じ、いただきます。続いては山菜の天ぷら、いただきます。なんだろう、見たことのない山菜も入ってる気がするんですよ。これ花かな。土地を旅して。あ、ここで釣るのか、この川で釣るんですかね。あ、家族連れの皆様が魚釣りをしていらっしゃる。あ、こっちが釣り堀。ほらほら、あ、すごい。旅して土地を。土地をフィッシングパークにやってきました。暑いでも川沿い、あ、歩くと風が気持ちいいですね。いやー、川釣りは初めてなんですよ私。ワクワクしますね。いいね。わー、もうセミが鳴いてて川が流れてて山があって、ザ夏休みって感じじゃないですか。楽しい。さあやってまいりました、土地をフィッシングパークさん。こちらは1500円でチャレンジができます、ね、炭火焼きとしても楽しめるし、でも必ず釣ったら魚代 100g は400円、4000円、魚 100g につき400円で買い取りになります。餌と竿をお借りしました。でこれから釣り場に向かいます。餌が虫土地を旅して。餌のブドウ虫いっぱいいます。うじゃうじゃしてる。なんか手袋があればいいんですけど、今日は釣りたい気持ちがあるので素手で行きます。虫は苦手です私。いや、思ったよりでっかいじゃん、でっかいじゃん。する人ってすごいね、顔から刺して。いやちょっと待って、せーの、どうでしょうか、どうでしょう、どう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 、つけました、頑張った、よし。では釣ってまいりたいと思います。せーほい、
パーいない、あ、まだいる、半分いる、今いたな。1投目結構引いてたんですよ。でもうまく引っかからなかったので第2投目いきます。せーの、この川の流れのところね、せーの、よいしょ、はい、さあどうだ。さっきはね結構引いてる感じがわかるんですよね。もうちょっと向こうなんだろうか、よいしょ、もうちょい向こうに、よいしょよいしょよいしょ。さっきいた子は戻ってきてくれないかしら。草が釣れましたよいしょ、ちょっともう一回ね、せーの、よっ、お、いいのでは。さあどうだ、来るかな。さっきこの辺で食ってくれたんだよな、どうだろうな。あ、来た、今当たりが来たけど持ってかれたかな、どうかな。もう一回食べてくんないかな。あ、来た、当たってる当たってる、うん、あ、来た、よし、イエーイ、よっ、よっ、釣れた釣れました、結構いいサイズ、イエー針がかかってますね、じゃーん、このくらいの大きさが釣れました。では早うわや、早速釣れましたので生産に行きたいと思います。何グラムだろう、いい当たりでしたよ。いや、こんなにすぐに釣れるとは思わなかった。450までないけど、だから400だって100グラム釣れる、100グラム、正確に言えば340あるけど、130グラムぐらい、うん、ある、100グラムでいいです。ありがとうございます。400円、はい、ありがとうございます。これはどうします、このまま使える、へえ、内臓がじゃあ綺麗に今、うん、はい、ということで釣れたお魚は内臓を取って、そして氷まで入れてもらいました。グラム数は130グラムぐらいだったんですけど、おまけしていただいて100グラムのお値段400円で譲っていただきました。ありがとうございます。午後からはあんまり釣れない場合が多いと言われたんですけれども、腕がいいねなんて褒められながらちょっと気分よく帰ってまいりました。ありがとうございます。ぜひ山の日に川で魚釣りなんかもいかがでしょうか。おすすめです。とちお旅して、ここは温泉施設ですかね。越後とちお温泉、おいらこの湯、温泉ですね。まあ、残念ながら今日は休館日となっているわけですけれども、普段だと8時までやってるのかな。あ、足湯もやってるんだ。きっとこの周りの方々とか、バイクとかで来た人とかも入っていくんですかね。すっごく綺麗な大きい施設です。土地を旅して、これから静か御前の墓と言われる場所に向かっておりますが、道がめちゃめちゃ細いですすごいね、登ってますね。こちらが静か御前の墓ですね。源義経の愛称で、義経を追いかけてきたと言われているんですかね。ここにいろいろ書いてあるので見てみますね。義経を追って静か御前はこの地にたどり着き、そして床に伏せ、看病の甲斐もなくここで亡くなられたということで、ここにお墓があると言われております。
亡くなられた後もこういうふうにこうお花が手向けられたり供養塔が建てられたりして、いろんな方にこう思いが継がれていってるといいますか、まあ、思われている方だったんだろうなっていうふうに思いますね。亡くなられた後義経に会えてたらいいですね。とちお旅して道の駅とちおにやってきました。じゃんじゃん、これ愛さあ、じゃあ早速行ってみましょう巣に戻って。さあ、ここでは、まあ、お食事が食べられたり、物産店、物産が売っていたり、いろいろがあります。あと、もう二輪車専用駐車場がすごく広くて、ツーリングで寄る方も多そうですね。では早速中に行ってみましょう。謙信の里、とちおのゆるキャラ、あぶら謙信くんです。可愛らしい、あぶら毛と上杉謙信が合体したゆるキャラちゃんです。ここがレストランコーナーのメニューですね。定食からラーメン、うどん、そば、軽食、デザートまでいっぱいありますよ。これがね、気になるのが冷やしラーメン、これがとちおの名物。じゃあここでは冷やしラーメン、そして気になったこのもみもみピーチキウイ、これ買いたいと思います。どうしようかな。じゃあこれで、朝日にします。今日は旅してとちお。さあ、ということで道の駅とちおさん取材許可いただきました。ありがとうございます。今日は外も暑かった、梅雨明けしたのでね、このキンキンに冷えたビールで自分に乾杯したいと思います。いただきます。おいしいやっぱ暑い日にはビール合いますよね、やっぱね、うん。そして注文しました冷やしラーメン、見た目は普通の醤油ラーメンのようですが、よく見ると氷が浮いてるんですよね。冷やしラーメンいただきます。ちょっとスープから。うん、冷たいっていうぐらい冷たくはないですけど、このぐらいの温度いいかもしれないですね。このなんか不思議な感覚、なんか冷やし中華とは全然違いますね。麺もしっかりとこんな感じで、うん、ちょっとこれは癖になるかもしれない。なんかあっさりしてて、この冷たさとこのあっさり感、夏に食べたくなるラーメンです。これ私は推しですね。美味しい。とちおのラーメン屋さん、まあ、多くのラーメン屋さんではこの冷やしラーメンがメニューにあって、とちおの名物になっているそうです。私もしかしたら食べたの初めてかもしれないなんか初めての感覚。うん、このチャーシュー、チャーシューいただきます。うん、うん、脂まろやかで美味しい。合うわ、合いますね。そしてね、シナチクがすごく大きい、真四角というか、この見てください、この大きいシナチク、これをいただきますね。うん、そしてビール、
これは合うね。あの山を感じ、川を感じ、太陽を感じ、来たところにこの冷やしラーメンがなんかこう体に染み渡る感じです。美味しい。もうさっぱりとしてるし、すごくつるっといける細麺なので、もうあっという間に完食ですよ。外で取材をしてきたこのほてった体にこの冷やしラーメンがスーッと染みてクールダウンにいいですね。そしてこのビールも合うんだ。いや、完食でございます。ごちそうさまでした。いい夏休みじゃないですか。休みじゃない、今のはちょっとカットして編集長にバレたら怖い。いや、私的にはでも私の夏休みっていうタイトルで今日は来てるのでね、いつも頑張ってるし編集長も許してくれるんじゃないかなって思います。これは強敵だな。 OK 出ました。こんなはずでは。ありがとうございます。なんつって後ですっごい怒られたりして。離断切りだ。あ、ごちそうさまでした。旅して土地を。そして私が気になっていたこのもみもみピーチかキウイがあるんですけど、私はピーチですね。やっぱりね、もみもみシェイクっていうのがありましたので、これもらってきます。もみもみシェイクピーチ届きました。これ持ち運びとかもなんか良さそうですよね。テイクアウトもできるんですけど、これいただきます。あ、まだ硬いかな。ちょっとでもいただきます。またしょっぱいのを食べた後の甘いのが、桃の甘みとこのクリームの甘さがいいバランスの、これまたハマりそうですね。もうこれ多分大人も子供も大好きなって書いてある、このなんか意味が分かりますね。この揉み具合とか、いやこれまた入れ物がこうね持てるようになってたりして、持ち運びもできるので、これを持って山で飲むっていうのもいいのではないでしょうか。私的おすすめです。道の駅とちお食堂もあるし、そしてお土産も買えるし、なんか野菜が売ってたりとかね、そういうのもありました。そしてあの町のインフォメーションもバッチリ整ってましたので、こう涼みついでにとちおの情報をゲットして、ここからまた出発っていうのもいいのではないでしょうか。では引き続きとちおを散策したいと思います。とちお旅して。さあ、ここからはですね、越後の奇祭と呼ばれるあの場所へ向かいたいと思います。まあ編集長がどうしてもって言うんで、編集長のために行ってきたいと思いますよ。合格天神って書いてありますね。この先に、わあ、すごい森、森森、山、山森。山の日だからね。田んぼがいっぱい。いい色してるわ。そして山。ここに大杉って書いてある。旅して土地を。